結婚の報告方々、このビデオを撮っています。嘘です。皆さん、チャス、三本塾のアッキーです。今回は、N1 の文法、方々、方々です。今日の方々は、あんまり使わないので、聞いたことない人も多いと思うんですけど、でも簡単なので、覚えてしまいましょう。まず使い方は名詞、名詞だけです。名詞と方々ですね。名詞と方々。では早速例文を見ていきましょう。結婚のご報告方々、今度そちらに伺います。結婚のご報告方々、今度そちらに伺います。方々の意味は簡単です。簡単です。方々の前のことと後ろのこと、この例文だったら、結婚の報告をする、あとそちらに伺う、そっちに行くですね。この2つをするということです。それだけなので、簡単に言うと結婚の報告をしに行きますということです。結婚の報告をしに行きます。それだけで、意味は簡単なんですけど、やっぱりあんまり聞いたことがないと思います。この方々っていうのは、結構固い言い方で、どういう時に使うかっていうと、例えば今の報告とか、あとお礼、お礼方々とか、あとお詫び、お詫び方々とか、あとお祝い、お祝い方々、あと挨拶、ご挨拶方々とかですね。こういう時によく使うので、まあ、何か報告をしたい時、挨拶をしたい時、お詫びをしたいとき、そういうときに使うことが多いので、まあ普通に友達と話しているときにはあまり使いません。使いません。で、方々の後ろ、方々の後は、行くとか来るを使うことが多いです。何かをしに行く、何かをしに来る。特に、固い言い方なので、敬語を使うことが多いと思います。敬語なので、伺う、伺いますとか、参る、参りますですね。そういう言葉を使うことが多いと思います。では次の例文いきましょう。本日はお詫び方々お見舞いに参りました。本日はお詫び方々お見舞いに参りました。これはどんな時か分かりますか？まずお詫びをしたい、謝りたい、でお見舞いに来た、お見舞いに来たですね。なので、例えば私が車を運転していて、他の車と事故を起こしてしまった、事故を起こしてしまった、それで相手の人が怪我をして入院をしてしまった、その時に病院にお見舞いに行ってお詫びをする、謝るですね。本日はお詫び方々お見舞いに参りました。どうもすみませんでした。いや、本当はもっとちゃんと謝ってくださいね今日はこれで終わりです。実は前にこの方々の使い方が分かりません、教えてくださいっていうリクエストがあったんですけど、そんなに難しくないですよね。確かに使うことは少ないです、多くないです。でも簡単なので覚えてください。私もいつか結婚の報告方々三本塾のビデオを撮れればいいなと思います。はい、ではぜひ方々を使って例文を作ってコメントに書いてみてください。このビデオが面白かった、役に立ったと思ったら、グッドとチャンネル登録よろしくお願いします。では。